殺人者の顔は、ヘニングマンケルチョによるスウェーデンの警察小説、クルト・バランダーシリーズの第一作である、第一回ガラスの鍵賞を受賞している。1990年1月8日、スウェーデン南部のスコーネ地方、デンナルプ村に住む、老夫婦が何者かに襲われた。隣人の通報により、イースタッド警察署のクルト・バランダーらが到着すると、夫はすでに死亡し、妻は、 瀕死の状態であった。強盗の仕業と思われたが負った傷の状態から、両者ともに拷問を受けており、奪われた者も不明であった。めぼしい財産を持っていそうにない田舎に住む、老夫婦に、犯行の動機となり得るものがあるとは思えない中、重傷を負った老婦人が、外国の、と言い残し死亡した。 被害者を縛っていた縄の特徴ある縛り方と外国人という手がかりで捜査を進めようとした矢先、どこからか捜査情報が漏れ、ニュースで犯人が外国人らしいと報道されてしまった。国外から流入する外国人との圧力を抱える社会情勢を知るバランダーラは不安な思いを抱えながらも捜査を続けた。知られていなかった被害者の一面に関する情報、提供があり、 その背後関係を調べている最中に移民の収容所が放火され、さらにはソマリアから来た移民の一人が射殺されるという事件が発生した。ありがとうございます。